して夜になるとこんな風に雰囲気が変わります。アパチャナマウテンチャナオ、はいどうも、トミオです。今回ガーデンリゾートトキワというですね、札幌のトキワにあるリゾートのシャトー一棟買いでですね、今回貸し切りでやってまいりました。札幌から来ると結構分かりにくいんですよ。ちなみにここも札幌です。札幌といってもかなり外れの方なんですけども、今からまあ入っていきたいと思います。熊とか出てきてもおかしくないような感じになってますけれども、まず降りてきたらこちらに車を止めれるようになっております。施設内は5部屋あるシャトーの他に、有料ですがプール、ジャグジー、サウナとバーベキュースペースなどなど、他にもですね、たくさん魅力的なオプションがあるそうです。はい、こちらにですね、なんとサウナとね、プールとね、ジャグジーがついてます。だからもう入れます。うわ冷てぇ、めっちゃ気持ちいい。この通りですね、ちょっと寒いですけど、昼もなんと夜になると、ね、ライトで照らされてナイトプールみたいな感じになるんですよ。これまたいいんで、また後ほど。はい、こちらがジャグジーです。森の中でね、こうなんかちょっと暖かくね、こう入れる感じ、めちゃめちゃ気持ちいいっす。素晴らしいっすね。こちらがですね、バーベキューをやるとこ、テントみたいな感じのところです。はい、中はですね、こんな感じになっております。結構広いですね。このですね、大きな釜みたいなものがバーベキューできるものになっております。僕らはですね、網目が大きいと聞いてたので、網を余計に1個買いました。あと炭も用意したんですけども、こちらで買うこともできるそうです。中ですね、意外とで、ね、煙がこもらなくてね、快適な感じなんですよ。そしてね、ソファーなんかもあるんでね、リラックスできます。やっぱキャンプといったらね、これやらないと始まらないですからね。はい、シャトーの奥には森が広がっておりましてですね、こんな風にあーあーあーできる装置なんかもあったりしてね、子供たちも大満足なんじゃないでしょうか。奥にはマコマライ川、右側にはラクーンハウス、タヌキの家というのがあって、この辺にね、落ちてる木をね、割って薪割り体験なんかもできちゃったりします。こちらボヘミアンコテージといいまして、別の棟でございます。さらにですね、8月には新しいテントサイトも完成するそうです。はい、シャトーの中はこんな感じでおしゃれな空間になっております。ここにあるお酒なんかはですね、飲んじゃってもいいそうです。お風呂もちゃんとついております。タオルも使っても良いそうです。こちらの部屋はですね、犬と一緒に泊まれるお部屋になっております。トイレですね。で、階段を上っていった先にですね、4つ部屋があります。はい、これが1つ目の部屋ですね。4人くらい寝れるようになってます。結構広いですね。で、外にテラスがついてましてですね、こんな感じで景色を一望できちゃいます。はい、2つ目の部屋こちらです。こちらですね、こちらも4人ぐらい寝られる2段ベッドになってまして、ちょっと登るとこもついてますね。はい、こちら3個目の部屋、2人部屋になってます。シンプルなお部屋です。こちらも4つ目の部屋です。こちらも2人部屋なのかな、うん、シンプルな部屋になってますね、こちらもね。はい、これが夕方の、めちゃくちゃいいんですよ本当に。雰囲気がもうね、このライトついてからまた別世界ですよね。まだね、プールはライトプール仕様にはなっていないようです。夜になりました。こちらですね、夜になったらライトに虫寄ってくるんじゃないと心配の方、大丈夫です。こちらのライトですね、虫が寄ってきにくいライトになってるようです。え、ナイトプール写真。はい、ですね、ナイトプールだか、今回電気がつかなかったみたいで、前回に来た時の写真を撮りました。で、見てください、そんなこと関係なくね、この景色最高なんですよ。これが貸し切りですからね、素晴らしいです。こちらですね、今回は貸し切りだったんですよ。他にね、お客さん来てなかったんで、こちらが別のね、借りられるテントサイトみたいなところになってるそうです。こちらはジャグジーなのかな、なんか結構広めですけれども、ちょっと触ってみましょう。あ、プールですね。真打サウナでございます。こうですよ、この中めっちゃ雰囲気あるんですよね。これね、サウナですね、今まだね、火焚いてないんですけども、火焚いてもらったら、なのピックオブザデイって出ちゃいましたけどね、なんかね、カメラに。なんでこれ消せないのかな、ピックオブザデイって何、わかんないですけどね。このサウナは非常にいい雰囲気になっております。というわけでですね、ガーデンリゾートトキワさんを紹介させていただきました。こんな感じでね、リラックスできる都会を忘れられるところなかなかないですね。あなたもぜひどうでしょう。